ピーター・モリニューは、イギリス、ギルフォード生まれのゲームデザイナー、ゲームプログラマーである。ベアウッド大学、サウサンプトン大学を卒業し、3つのコンピュータ、関連企業を経て、1987年、ブルフロックを設立。ポピュラスやテーマパーク、ダンジョンキーパーを制作。ライオンヘッドスタジオ設立後に、ブラックホワイト、フェイブル開発に携わる。 現在は22巻図に在籍。ピーター・モリニューのキャリアは1982年にフロッピーディスクの配達、販売をすることから始まる。その中にはアタリやコモドール64向けのゲームも含まれていた。彼の最初のゲームはザ・アントレプレナーというもので設立されたばかりの会社を経営するといった内容のビジネスシミュレーションゲームだった。1984年。 ザ・アントリプレナーを販売するために、自費で数百部を用意し、ゲーム雑誌に広告を掲載する。ところが、ゲームの注文は2件しかなく、しかもそのうちの一つは、彼の母親によるものだった。この失敗によって、モリニューは、ゲームデザインをやめ、タウルス・インプリック・リミテッドという、中東にベークド・ビーンズを輸出する会社を、レードガーと始める。コモドールは、モリニューらのタウルスと、 ネットワークソフトウェアを開発していたトーラスという企業とを勘違いし、アミーガ10代を無償で提供することを持ちかける。モリニューは両親の過酌を感じながらもこれらを受け取り、アミーガ向けのアクイジションというデータベースを設計した。コモドールの誤解を解いた後にプログラムは販売され、それなりの成功を収めた。データベースプログラムの開発データ資金で、1987年、 レードガーと共にブルフロックを設立し、1989年に世界初のゴッドゲーム、ポピュラスを発売、400万本を売り上げる。1995年、ブルフロックのパブリッシャーであった、エレクトロニックアーツがスタジオを買収し、森ニューはエレクトロニックアーツの副社長と顧問に就任する。ダンジョンキーパーを最後にエレクトロニックアーツを去り、1997年に、 ライオンヘッドスタジオを立ち上げる。600万ドルの資材を投じ、3年の開発期間を経て、ブラックホワイトを2001年に発売する。2006年にライオンヘッドスタジオは、マイクロソフトゲームスタジオに買収され、森ニューは、マイクロソフトゲームスタジオヨーロッパのクリエイティブディレクターに就任。2012年には、フェーブル・ザ・ジャーニーの完成後にライオンヘッドスタジオを離れる。 ことを宣言。ライオンヘッドの元 CTO、ティム・ランスの設立した22巻図に参加する。フェスティバルジュジュービタを似て、フェイブル2をプレゼンテーションする、森ニュー著名人かつ、業界の第一人者として、森ニューは、テレビ番組や、ビデオゲームに関する討論、ドキュメンタリーに多数出演している。ディスカバリーチャンネルの、ライズ・オブ・ザ・ビデオゲームでは、ウィル・ライト、シドマイヤーと並んで、 シミュレーションゲームの開発者として特集された。ゲイモトレイラースのウェブサイトではトップ10ゲームクリエイターズとして認定されている。批評の上でもあるいは商業的な部分においても成功を収めている彼のゲームだが森ニューは開発中のゲームについて熱く語りすぎてしまうことがあると言われている。そしてゲームが発売される時には自身の語った野心的な展望の一部は姿を 決していることがある。彼のこの傾向は、ブラックホワイトに始まり、特にフェイブルのケースがよく知られている。開発中のインタビューで、森ニューが語った多くの要素が2004年のリリース時に実装されておらず、この件について、森ニューは公式に謝罪した。2004年、エアスのホール・オブ・フェームに殿堂入りを果たす。2005年に大英帝国勲章を受賞 2007年には芸術文化勲章シュバリエを受賞し、サウサンプトン大学より名誉理学博士号が贈られる。2011年ゲームデベロッパーズチョイスアワードにてライフタイムアチーブメントを受賞同年2011ブリティッシュアカデミービデオゲームズアワーズにてバフタフェローシップを受賞趣味はマウンテンバイクとロッククライミング。また大のテレビ嫌いである。 ピーター・モリニューが開発に携わったゲームハット AB、シーイングネクスト、ジェン・ゲームズ・イン・ブラック・アンド・ホワイト、レッド・ヘディング、2010年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ、2014年9月8日閲覧。GDC2011 あの間違い電話がなければ、今でも豆を売っていたかも。 業界の重要人物ピーター・モリニュー氏が、ポピュラスを生み出せた秘訣とは ?4gamer.net 2014年9月8日 History 覧。ヒストリー・オブ・ライオンヘッド・スタジオ。ライオンヘッド・スタジオ2012年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年9月8日閲覧。イギリスの記載ピーター・モリニュー氏が、MS 直属のライオンヘッド・スタジオを退社。 今後は独立系開発チームに在籍予定。4gamer.net 2014年9月8日閲覧。GT カウントダウンビデオトップ10ゲームクリエイターズゲームトレイラーズ2014年9月8日閲覧。ピーター・モリニュー氏が勲章を授与される。4gamer.net 2014年9月8日閲覧。フランス政府が ピーター・モリニュー氏に勲章を授与。4gamer.net。2014年9月8日閲覧。ゲームデベロッパーズ・チョイス・アワーズ2011表彰式レポート。ゲームウォッチ。2014年9月8日閲覧。ピーター・モリニュー・バフタ・フェローシップを受賞。gamebusines.jp。2014年9月8日閲覧。ありがとうございます。